今日3本のナイフ。これブラボー1クルーウェアで、ブッシュクラフタークルーウェア、ガニハンター 3V。 それでハードバトニングになっていくんですけど、キャンプ場でこれくらいの薪を使ってる方っていると思うんですよ。ただこれナイフでもうバトニングサイズでないのと、まあ長いですね。もうちょい短ければ割りやすいんですよ。太さもそこそこありますね。で、硬い、これならですね、詰まってて硬いんですよ。で、これじゃあどうなのかっていう。ただこれね、ブレードも私が、まあ、ハイク&ブッシュクラフトみたいな感じでやってるんで、普段こういう大きい薪は割らないんですよ。まあ実際ね、どれぐらい割れるかっていうのをご紹介したいなって思います。こっちの大きいのをね、ブラボー1、こっちをブッシュクラフトでいきますから、両方ともオリジナルですよ。ちょっと端の方から叩いていきますんで。食い込み一発目、そんな強く叩いてないですけどね、刃は入ってますね。硬いですよね。食い込み見えないな、皮で。で、こういうの、ちょっと慣れてなかったりすると酢の方がね、やりやすいと思います。まあナイフだとちょっと効率悪いですね。で、これで割れましたね。まあこれくらいであればね、全然楽勝ですけどね。ただファイヤーボックスとか空の焚き火台で使うよりちょっと長いですね。で、ガニハンターなんですけど、ガニでは、オリジナルだったらちょっといいと思うんですけど、これもうペラペラのやつなんで、あまりやんない方がいいと思うサイズなんですけど、ガニハンターこっちの方が入りはいいですよ。同じ4ミリやつなんですけど、レベルも薄いんですよね。こんな感じで、まあこれぐらいのサイズであれば、いいかな。まあただね、もしやるんであればブラボーもう125、ブッシュクラフターも2の方がいいと思いますね。まあ、薪を持ち込んでやる場合はってことですよ。で、これブラボー1で行くんですけど、その前にブッシュクラフターとブラボー1の食い込みの違いをね、フルティックネスの 4mm とブラボー1の 5.5mm だと小さい薪とか割ってる分には同じ破壊力に感じるんですよ。で、こういうの実際割るとブラボーの方が厚みもあるんですけど、食い込みがいいんですよね。入っていきやすい。こんな感じですね。入りづらいですね。ただ見てるとちょっとわからないかもしれないですけど、この食い込みが全然違うんですよ。ブラボー1の方がいいんですよね。ちょっとずらして
あるかな。こっちの方が太いとこですからね。これ硬いですね。ちょっとね、今入りが悪かったんで逆に向けて、これ真ん中のとこですね。まあブッシュクラフターと同じぐらいの位置、こっからやりますね。あ、ちょっと、まあ、この辺までですね、先行してんのが。うん、硬いですね、やっぱ。これで割れる感じですね。まあ大きい薪、太さね、これでもファイヤーボックスでやるには十分な太さなんですよね。で、こういう同じような大きさでも長さが違うと全然違うんですよ。まあ私の焚き火台がファイヤーボックスなんで、こっちの方がねちょうどいいんですよね。こういうのだと割っても半分にしなきゃいけないんで、割れ具合が全然違いますね。これあれか、こっちブッシュクラフター、でも硬いですよ。これですからね、パックリもう割れてますから、長さで全然違うんですよ。同じ太さで同じ硬さでも、まあこれぐらいの長さであればスムーズに無理なく分かれますよ。さっきと全然違いますよね。さっきよりちょっと太めね。これブラボー1、真ん中ですよ、真ん中。もう割れましたね、スパインまで入ると。長さの違いでも全然違いますね。ちょっとガニハンターね、お見せしないんで、まあ、この3本の中ではね、巻き割りはどうしても劣ってしまうんですけど、こういう感じですね。でもほぼ割れてますよ。長さですね、20センチぐらいなんですよ、これが。で、この割ったのが40センチぐらい。硬い木でも長さで全然違うんで、もう一回ね、大きいのできるだけね、使用感がね伝わればいいんですけど、まあ、長さではブラボー1でも全然問題ないんですけど、やっぱり慣れてなかったりとかするとちょっと叩きづらいとかあるん で、一般のキャンプではね、やっぱりブラボーでは125とブッシュクラフター2の方がやりやすいと思いますね。これ木筋もいいのかな。さっきと全然違いますよね。やっぱ木の木筋や場所で、スパインまで入れて半分以上ですよ、硬いの。さっきまで結構苦戦してましたけど、これだったら何回か叩けば割れちゃいますね。うん、同じですよ。まあ木質の違いだと思います。やっぱりこのブラボー1は、うん、ミリタリーサバイバルナイフなんで、まあ、純粋なブッシュクラフトナイフではないと思うんですけど、やっぱりね、この破壊力っていうのは惚れ込みますよね。で、タフですから、もうこれぐらいになったら楽勝じゃないですか。
今目筋と逆に入れてますからね、さっきよりはね3分の2だったのが半分ぐらい、だからあとは目筋に合わせてやるのもいいと思いますよ。巻き割りするときは、うん、割れない巻きはこれぐらいのサイズであればフラボーは全部割れると思いますね。ね、残り、まあ、こっちの方が当然細いんですけど、今のブラボーとは違いが分かればいいんですけど、小さいんでね。うん、やっぱり割れ目の先行だとこれ半分いかないですね。うん、入っていくのが、まあ、ブラボーよりはね若干大変な感じがするんですけど、まあこれでもねいけますね。あとダニーハンターか、まあ斧を使うんであれば斧で割ってこれぐらいのサイズになったらナイフとかでもいいと思うんですけど、まあ、ガニーハンターちょっと威力がね足らない、うん、でも今年のハイクで持っていくのにこれがベストナイフでしたね。このナイフは愛してますね。次ね、ブッシュクラフター、割れてるけどね、これ剥がれなくなってんだね。切れ味いいですね、このナイフ。ちょっと今当たっただけですよ、さっき。まあ、ナイフをね持ってやるから悪いですよね。まあそんな大した怪我じゃないですけど、絆創膏ね、 DLT のあとロキソニン、まあこれ持ち歩きした方がいいですね、絆創膏は。次ガニーハンター、まあ、ちょっと入れて持っていくのが一番早いかもしれないですね。これ意外に手で折ろうと思っても食いついて折れないですよね。踏めば折れるかもしれないですけど、これですよ、取れた。ちょっとね太めのブラボーでいきますよ。こんな感じですね。2021年に入手したベスト3ですね。本当に今年はねいいものばかり入手できたんですけど、
まずブッシュクラフタートップ3なんですけどね、どれが一番いいっていうのも決められないですね。全ていいです。ブッシュクラフタークルーエア4ミリ厚ね。でブレードが10センチなんで使いやすいし、キャリーもしやすいんですよね、持ち運び。で私の場合はメインのキャンプがハイク&ブッシュクラフトになるんでね、まあクラフトはしませんけど、運びやすいし、もう薪割りもフェザーも全て良しですね。でブラボー1クルーエア、まあなんといってもね、私の場合はもうブラボー1が好きですね。これも非常に使いやすい。でまあ他のにこれに比べるとね、ちょっと重いのは重いんですけど、嫌な重さじゃないですよ。バランスもいいんでね。まあ一番頼りになるナイフですね。でこの2本はね、ハイクしながらする場合にこれぐらいのサイズがね一番いいのかなっていうふうに思うことが多かったんですけど、これですよ。今年の夏本当にこれ直しましたね、ガニーハンター。2本よりは小ぶりになるんですけど、ハイク&ブッシュだとこれが一番ベストナイフかなって思いますけど、でもこの辺のものでもね、キャリーもいいんで、まあどっしり構えてキャンプ場でやったりとか大きい薪割りたい方っていうのはブラボーであれば 1.25 で、ブッシュクラフターだったら2ですね。でやっぱりね LT もいいんですけど、このね、何でもフルティックネスが私は好きですね。2021年ベストアウトドアナイフでした。そう、あとフェザースティックちょっと取り忘れてたんでね、せっかくなんで。で3本あるんですけど、まあ、これが今一番フェザースティック作るのが楽しいんですよ。ガニーハンターね、ブラボーブッシュクラフターもできますけど、これで作るのが一番楽しいですね。これはさっきの同じ奈良なんで、まあ硬くて作りづらいといえば作りづらいですけどね。十分ね、着火のフェザーは作れますよ、これで。こんな感じでね、できますんで。では、ありがとうございました。